P-15 テルミートは1950年代にソビエト連邦で開発された短距離対艦ミサイル。相性はロシア語でシロアリやテルミットの意味。グラオンインデックスは 4K40。西側諸国においてはアメリカ国防総省識別番号としては SSN-2、NATO コードネームとしては s t i クスと呼ばれた。開発は 小型艦艇に対してミサイルによる耐水上火力を付与する要請に従って1955年により第155設計局において着手され、1957年には第2から155設計局の独立に伴ってこちらに引き継がれた。また、ロケットの専門家であるイサエフ設計官も作業に加わった。同年10月には最初の試射が行われ、 1959年には 183R 型小型ミサイル艇、1960年には205型大型ミサイル艇に搭載されて配備が開始された。同年、ソ連海軍は正式にミサイルを受領した。動力としては、発射時に用いるブースターとしては、固体燃料ロケットが、巡航時に用いるサステナーとしては、液体燃料ロケットが用いられる。 ミサイル発射機は 4S30 と称されており、発射時には15度の行角を取る。発射後、ミサイルはブースターによって45度の角度で約450フィートまで上昇する。その後、高度400メートルで巡航に入る。計画段階ではこの工程において、指令誘導を受ける計画であったが、これは実現しなかった。なお、巡航高度は100、150、200、 250、300メートルから選ぶことができるが、気圧高度計によって調節されるため、シースキミング飛行は不可能である。その後、目標の予定座標から6回りのところで、アクティブレーダーホーミング誘導装置が作動を開始する。事前に設定された6パターンの周波数のうち1つで、捜索を行い、最もレーダー反射弾面積が大きかった目標に対して突入する。 少なくとも初期のモデルにおいては移動目標と固定目標の識別は不可能であった。上記の通り本機は C スキマーではないため終末工程はダイブのみである。その後1961年には改良型の P-15U が実用化された。これは翼を折りたたみ式にするとともに誘導装置に改良を加えており、後には <invece> 赤外線ホーミング誘導にも対応した。これらは P-20 として輸出にも供された。1970年にはさらに改良された p 1 5 m テルミート m も登場した。これは高度計を電波高度計にすることで巡航高度を25から50メートルに低空化するともに射程を8 0トルに延伸した。こちらは P-21。 または P-22 として輸出された。また、1970年代末には沿岸砲兵用として P-15M から派生したルベイシュも開発された。なお、艦上に配置される射撃式システムとしては、当初は X バンドの MR-331、ラングアウトレーダーを採用したクロンシステムが採用されており、その後、 P-15U においては、ガルプンを用いるコレルによって更新された。ソ連製 P-15 の主な使用は、以下の通りである。中国製に関しては、イラン・イラク戦争において、全種類使用されている。中国での発展中国は、1958年に、ソ連からの供与を受け、少なくとも4種の派生系を開発した。そのうち、 中国で生産された感染発射型は NATO コードネームで CSSN-1 スクラブブラッシュや CSSN-2 特別された。一方、その派生型である HY-1 と HY-2 は沿岸防衛用として運用された。このタイプのミサイルの他の名前としては SY-1、フロリダ -1 などがある。 中国による命名の特色として、仕様が同じでも国内用という必要とで名称が異なっている。ありがとうございます。